皆さん、ついに、ついに、ホラフキンさんとの人狼コラボが終わってしまいました。非常に悲しい。そして、嬉しい。この、嬉しいと悲しいが混じり合い、真顔になる。いやいやいや、違いますよ。ということで、いやー、終わってしまいましたね、ついに。いや、人狼はもう今一番人気企画ですから、私があんなところにね、出させてもらえたのも本当にね、もうホラフキンさんの広い心と、あと XYZ くんのおかげですね。まあ先日ね、サブチャンネルでね、あげたね、人狼コラボはね、あまりもちょっとね、ちょっとね、いろんな人の意見がありましたけども、まあサブチャンネルで上がった動画ですから、まあ、広い心で見ていただいてですね、人間完璧じゃないんでね、はい、完璧じゃないんで、はい、失敗する時あります。はい、失敗する時もあります。はい、私もね、人間なんで、人間じゃないですかね、人間じゃないって思ってる方もいるかもしれませんが、私は人間ですね、人間なんです。なんでですね、もう終わっちゃいましたね。で、先日ね、キャスにも呼んでもらえて、本当に。サブチャンネルでその動画も上がってますね。もう完全もうフリーな感じで、もう、その時ハイジーはやったんですけど、もうあれも深夜の2時とか。あれも人狼、そうだ。人狼の最終編撮った後に、ハイジー一緒にやって、で、もう、ホラフキンさんのその、なんていうの？趣味というか、あとは好きな映画ドラマとかも教えてもらっちゃったりして、いや本当に素晴らしい、あれが本当に素晴らしい時間だった。なんかね、そのホラフキンさんのそのゲーム実況以外のその顔を見れたというか、まあ、ちょっとなんですけどね、ちょっとなんですけど、ホラフキンさんがどういうその映画とかね、ドラマを見ていたっていうのがね、分かっただけで僕はね、もうすごい嬉しかったですね。やっぱゲーム実況者ってやっぱそのゲーム実況してる時はなんかそういうその市場とかですはですね、あんま話さないじゃないですか。うん、話すかもしんないけど、そんな多くは語らないんで、いや本当にいい時間だったな、素晴らしかった。私はなんかすごいね、あの時からすごいモチベーションが、その実況に対してのモチベーションがすごい上がって、本当にいい時間でしたね。ホラフキンさんとの時間は。で、あとね、その人狼やっててね、すごい分かったのが、そのホラフキンさんにいる周りの人たち、例えばミシュロンさん、唐揚げさんとか、あとは、流れさんとか、クライシスバイオさん、まあ、XYZ とか、もう、なんて言うんだろう、面白いんだよね、一人一人が本当に。本当に面白くて、あと、すごい優しくて、で、なんか本当に、本当に、もう、やっぱ、ホラフキンさんの周りには、やっぱ、面白い人たちが本当に集まって、なんか、本当に楽しくゲームを本当にやってんだなと思って。で、その、XYZ とかも特にそうなんだけど、その、作品に対してね、その人狼とかその動画に対してのその熱がすごいのよね、情熱がすごい、本当に情熱の赤いバラっていう感じで、本当にいやーすごかったね。だからね、もう XYZ とかもうホラフキンさんとか本当に一緒に動画撮らせてもらって、本当になんか本当自分のその実況動画に対しても本当にもっともっと熱をね入れなきゃなって思って、やっぱリスナーを楽しませるっていうのはやっぱ自分も楽しんで、そして、動画をね作っていかなきゃなんないんだなと思って、はい、と思いましたね。はい、これからね、私もねちょっといろいろ頑張りたいと思うので、はい、皆さんよろしくお願いしますということでね、まあまあ COD、主に僕のチャンネルでは COD なんですけども、うん、まあたまにリスナーとやったり、まあこれクランもね、まあちょいちょい最近活動をねちゃんとし始めて、クソガキクランも、しっかり立ち上げて、今
やってるんですけど、やっぱもっともっといろんなことしていきたいですね。皆さんね、やっぱり好きな YouTuber いると思うんですけど、最近誰を見てますか？まあ俺は結構、まあ結構幅広いんですよ。 YouTube 自体がもう好きなんで、てか動画見るのが本当大好きで、僕はまあ幅広く見てるんですけど、まああの前回の動画のねコメントにね、その誰見てるとかどのぐらい時間見てるっていうですねコメント書いてもらったんですけど、だいたいみんな 2,3 時間とか、あとはまあ COD、 俺のチャンネルはやっぱ COD が主じゃないですか。だから COD 系の実況者が結構多かったりとかしたんですけども、僕がね最近見てる YouTuber はもうほとんどみんなが知ってるようなその有名 YouTuber なんですけど、まあ例えばあの東海オンエアさんだったり、まほとさん、あとはたきやき翔さん、はじめ社長とか、きょうちゃんとか、あとはまあいろいろ、本当にもういろいろだね。本当にあのもう本当に何も自分とは何も関係ない YouTuber を見たりするし、あのメイク系のね YouTuber とか見るんですけど、まあ、女の子なんですけどなんですけど、あとゲーム実況とかね、あほらそれこそホラさんとか、あとはその COD 系の実況者もう全部ほとんど見てるし、あとはポッキーさんとか、あとはちょっと今あの全部が言えないんですけども、かなり見てます。はい。でね、最近面白かったのがやっぱ東海オンエアのあの牛乳をあの我慢するやつか、あの誰かの動画を見てあの牛乳を我慢できるかみたいな、で全動画の中でねその2番目に再生回数が多いのがあのヒカキンさんの動画を見てその牛乳を我慢できるかってやつがバリ面白い。あれがもうあれ面白すぎる。本当に俺アップロードした時ちょうどその東海オンエアをちょうど見始めた頃だったのかな、確か。どうだったっけな。でもあの当初もかなりもう爆笑しましたね。もう面白かった。あんなずるいわ、あんなずるい。いやーもうブンブンハロー YouTube ってとこでもう吹き出しちゃうよね。あれ友達とやってみたいなって思った俺ね。あれはねなんか友達やってみたくなるよね。だからねなんかそう自分もやってみようって思える動画っていいよね、やっぱり。そういう動画ってなんか見てても楽しいし、その後はあのやっても楽しいしみたいな。いやーすごいよね。あとは最近ねなんか面白かったのは、面白いっていうか羨ましかったの、フィッシャーズのそのシルクっていう、シルクロードっていうその人がいるんですけど、その人とあと小さい子2人、あのいとこか、小学生のいとこ2人と、あとその同い年のいとこかな、あの女の人はの動画っすね。あれはもういとこかわいいんだよ、かわいいので。ねその人がねその動画撮ってる時にそのシルクのね肩のところにこう腕をこう乗せてで動画撮ってんだよね。もうあれ見た時うわこれわーってなったよね。もういやーあれかわいすぎ、なんだろう、あなんで付き合ってないんだろうね、なんだろうね、絶対好きだよねって思っちゃうんだけどね。俺違うのかな、あれ違うかな、みんなどう思う。あれ絶対好きだと思うんだけど、いや本当にああいう人生になりたかったなって思って、いや羨ましい。シルクも面白いしね。あフィッシャーズ面白いね。ということでね、話がだいぶそれちゃいましたけど、本当にホラさん、そして XIZ、 本当に僕は感謝しております。はい、これからの実況、ゲーム実況頑張りたいと思うので、そしてあとリスナーの皆さんもぜひね、よろしくお願いします。ということで、See you next time! 1992年、ムッツリーニが政権を握り、ファシスト政権が誕生した。1933年にヒトラーが政権を握り、翌年に第三帝国が誕生した。
俺は今戦艦帝国にハマっている。いけえ、ちょっとうるさい。戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。